こんばんは。今日の映画はジュディス・ロスナーの問題小説の映画化ですね。ミスター・グッドバーを探して、何でしょう、人の名前ちょっと違うんですね。グッドバーというのはいい棒ですね。バーとは棒なんですね。けれどもバーは酒場もありますね。そういう意味でミスターがついてますから男ですね。男の酒場を探してでもおかしいし、何でしょうね。はい、じっくりご覧なさい。怖い映画です。すごい映画です。またこのバーはちょっと鳥の泊まりにという意味もありますから、皆さんだ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 んこの題名の意味がお分かりになると思います。女のもがきです。女の苦しみです。なぜこの女はこんなに残酷に苦しんでるんだろうか。ヒルは可愛い生徒の先生、いい先生、それが夜はすごいことをするんです。はあ、怖いですね。この先生よくこんなことしますね。それはこの先生が本当に渇望し、求めて求めて探して探して探してという行動ですね。さあ、それは申します前、じっくりご覧なさい。アメリカ映画がこんな怖い映画を作りました。監督がリチャード・ブルックスです。はあ、だからこんな映画をつかんだんですね。この人は熱いトタン屋根の猫がありますね。それから冷血がありますね。あの雨の朝パリに接す、ああいう綺麗な映画もありますけれども、大体この人はそうですね、怖い映画が多いです。暴力教室が大体そうでしたね。というわけでこの監督だからこんな問題作に掴んで取っ組んだんですね。主演がダイアン・キートンです。ダイアン・キートン、アニー・ホールで早くもアカデミー主演女優賞を取りましたね。不思議な女優ですね。この人はまだその他にレッズもあるし、それからまあインテリアもあるし、いろいろありますね。まあ役者です。それからリチャード・ギアが出てきます。この人はあの愛と青春の旅立ちがありましたね。それからまだ他にアメリカのジゴロがありましたね。というわけで今当たってますね。それがハッと出てきます。まだありますけれども、ちょっと一言言いますと、あのルーツのクンタ・キンテ、リバー・バートンがいい役でちょっと出てきますから見逃さないように。しかしこの映画は時々怖いから、ことの終わりの方は目を閉じてうつむいてくださいよ。怖いから。いいえ、超エロティックだけどポルノ映画でありません。根本から違います。女のすごい運命の映画です。はい、これは1977年、アメリカがよくもこんな大胆な映画を作ったなという、あ、怖い映画です。じっくりご覧なさい。後でまた会いましょうね。しばらく来てない。おかわり。先生、あら、
教授にはおひげが似合うわ。元教授だよ。大学は辞めたい。小説を書いて。よくある話。妻とも離婚した。よくある話。そうね。まあいいじゃない。じゃあ、あの頃に。いやね、ダメよ。よく考えるよ、君のことを。しょっちゅう。本当に愛したのは君だけだ。そう、愛ね。許してくれとは言わない。ただどうか忘れないでくれ。誰のセリフだったかしらね。何を言いますか。未練たらしいのはやめましょう。じゃあ、いかがでしたか。あのラストシーンすごいでしたね。なぜ彼女はこんな運命、こんな見苦しい、こんな残酷な、こんな無様な人生の最後を閉じたんでしょうね。はあ、これはコンプレックスですね。お父さんは姉さんばっかり可愛がってると、そう考えたことと一緒に自分の背中の傷ですね。あの傷が怖くて怖くて嫌で仕方がない。しかもお母さんはちょっと変な人で、お母さんはこの娘のハンドバッグにバイブルを入れたりしますから、余計腹が立つんですね。いい学校の先生のはずだけれども、その反動が出てくる。それは誰かの本当の愛してもらいたい、本当の愛してもらいたい、本当の男の人が欲しい欲しい、けど背中の傷でとっても自分を卑下して卑下して卑下して、ちょうどあんなことになった。ちょうど両足のない鳥が止まり木を探して一生飛び回ってれば、あの女のもだえがなんと残酷に出たんでしょうね。はい、もう時間来ました。それでは次週の作品ご紹介いたしましょう。石油パイプライン設定の背後で奇想天外な悪事を企てる荒くれ者たち。アクション超大作サハラクロス。300万ドルの賭けが今始まった。ご期待ください。さよなら、さよなら、さよなら。